2016年ズルトレーダーのバイナリーオークションにおいて、日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。インカミングメール。コンピューターの音声はですね、シグナルが出そうだという状況を伝えてますね。で、デモでですね、またうまくいってるかということですね。今こちらの方なんですけれども、デモでトレードしてるんですけど、7320円の利益ですね。まだ今週それだけなんですけど、2320円勝ってるわけですね。インカミングメール。それで今勝率 50% で、あ、来ました。これはデモなので自動売買で動いてます。で、試験してます。はい、上に買ったわけですね。下に売る、あ、下に売ったんですね。で、このようにね、今1個買ったんで6320円になりましたけど、5000円からだから1320円のプラスですね。これで勝てばまたプラスになるわけなんですけれども、これがね、この方式で勝てばね、ライブで今度自動売買は禁止ですから、手入力で投資するわけです。でですね、このように勝てば、まあ自家用ジェット機は買えるということですね。12億円ぐらいは稼げるんじゃないかと思います、私がね。で、今お見せしているのはだから、実際のね、デモでのね、投資を先日ですね、このようにね、21時07分08分で、あ、8秒ですか、6日ですね、12月6日、2018年ね、で出てるわけですね。で、これシグナル出てて、ユーロ JPY ですね。これユーロ JPY どれかな、ユーロ JPY、これですね。これがシグナル出たわけです。これが果たして勝つかどうかですね。これが果たして勝つかどうかですね。これいいとこ打ってますからね。これ落ちれば勝ちなんですね。ということなんですね。今ね、選択できるのがこう4、8、9個あるんですね。白文字でこうなってるのね。この白文字はナンバーなんで関係ないんですよ。それで、このようにね、表示されてるわけなんですけども、65% 以上で30個以上の取引で、ね、10ピップス以上で分析させてるんですね。だから勝率は悪いです。だけども、投資数がね、57個、50個、78個、141個、59個、42個ってこんなにあるわけですね。これ52個とかね。で、これどうか勝てるか。まあ、これ負けるか分かんないですけども、そんなに、大体ね、1回数 20% ぐらい減るんですよ、勝率がね。で、今の低いんで、ギリギリだとも 15% ぐらいだとは思うんですけど、ギリギリなんでね、どうなるか分かんないですけども、まあ、試験的にはまた勝ってるということですね。で、この調整をしていけば、1人で12億円ぐらいは稼げるということでね。私は12億円ぐらい稼げるということで、次回はジェット機が買えるんじゃないかという感じですね。まだわかんないですけどね、もう延々にやってまして、稼いでないんですよ、全然。試験ばっかしやってるんで、これ負けちゃったかなっていう感じもするんですけどね。まあ負けてもしょうがないでしょうね、これはね。で、そうすると、まあまだ勝ち越しだからいいでしょう。このようにね、私の方はこういうインジケーターでですね、このインジケーターでね、投資させてるということですね。
ね。これは負けちゃってるんですね。上でね、下になっちゃってね。また負けるのかな、これ。まあ、とにかくプラスになってるからね。で、この設定値の調整ですよね。設定をね、やってみてね。で、見るんですけど、プラスになってればもう、で、これは自動売買ですからね、テストなんでね。で、デモなんで、OK、自動売買は OK なんですけども、ライブでは禁止なんで、このシグナルを受けてね、私が自分で投資するという感じですね。これね、下がらないかな。下がって、少し下がったね。これ下がったね。ね、少し下がってきたね。こう上がったかね。ただ、この辺はどうでしょうかですね。で、1個ずつ、たくさん打つと負けたんですよ。それでね、1個ずつ通して、プラスになるという感じだということが分かったんですね。外れると、どんどん上がっていっちゃうことが多いんです。ね、ちょっと時間まであと51秒。落ちてきましたね。勝てるかもしれませんね、これね。ね。落ちてきてですね。早っ。